はい、皆さんこんにちは、チェでございます。88の琥珀色の遺言ね、やっていきたいと思います。さあ1回ですね、次はね1回見ていきましょう。畜生部屋じゃなくて玄関ですね。はい、玄関に来てもうなんかいっぱいアイテムが出てきたからね、もうやっぱりどうしよう、なんもなさそうな部屋でも行くべきなんだね、行って調べるべきなんだね。はい、はい、はいと、はい、縁側ね、縁側も誰ね、いないでしょう。もうみんなまた移動開始してるんでね。はい、往路かね。はい、客室。おお、やっといた、ルイさん、会いたかった。あなたに会いたかった。影谷ルイさんがいました。あれなんでしょうかと。いや、いろいろ教えてよと。東堂さん主人は家、なんでもありませんわと。この人もね、カズマさん殺害も容疑者でしょう。あっちゃんね、あっちゃんには入ってなかったかな。英子さんをなぜ殺されなければならなかったのでしょうかと。そっか、もっと容疑者を固めないといけないか。あっちゃん3人しかいないもんね。あ、でもまあもう人が少ないからね。英子さんはどうして殺されたのでしょうか。で、証拠品について、あ、容疑者か。梅さんね、この琥珀館からできた時に、しっかりしたいい人ですわと。はい、証拠品ね、存じませんわ。あなた知らないの、この薬瓶。本当かい、あなただったら何かと思ったんだけど、そう思うとこの人がかなりやばい人なのかな、実は。こう見えて証拠品も全然出てこないもんね。薬についてね、ここだね。薬、一体何の話ですかと。なんだか気味が悪いものですわ。この人にも多分性交パイ来てんだよね。いや、この人全然硬いわ。この人硬いな。ひょっとすると俊彦さんよりも硬いわ。全然話進まないもんね、期待したんだけど。はい、食堂縁側ね。じゃあ次はおたみさんだね。いや、じゃあ、梅さんだね。おたみさんは関係ないね、多分ね。はい。いや、もう、あなた、これ以上、まだ何か言ってくれるのかな。で、A 子さんね。A 子さんが殺されたなんて、本当に驚いていますと。何も分かりませんか。容疑者についてね。生真面目、あ、貴重面、あ、旦那様はね。たっちゃんは、誰にも話すなと。あ、近頃様子がおかしいんですよ。いつだったか夜中にふと目を覚ましたら、あの人、押し入れの荷物を出して何かごそごそとしているぞ。関係ありそうだね、これね。あ、瓶知らないか。宝石箱ね、綾様のものではありませんかと。綾様のものではありませんかって言われてるんで、まだ断定はできないのかな。でもこれは断定してるよね、帯留めはね。あら、このナイフ、一体どこにあったのですか。これはこの家の食器ですよと。食器を片付けている。片付けるの、ずって、すに点々だっけ、普通に点々だったと思うんだけどね。片付けている時に1本だけ足りなかったので、ずいぶん探したんですよ。はい、手袋。なんかありそうだね。まあ、凶器では間違いなさそうですけど、ただペーパーナイフの方には血のようなものがついてたんだよね。タオルに。ねえ。ペーパーナイフ怪しいかな。
お、またなんか出た。そうなんですよ。あ、そうか、あなた第一発見者だ。私が A 子様を一番に見つけたんです。本当にびっくりしましたよ。階段のところに A 子様がばったりと倒れていて、私が大声で叫び声を上げた途端、近くにいらっしゃった A 様がやってこられたんですと。何か知らないかい、その時の。そういえばあの時綾様は A 子様の死体を見ても全然驚いた様子もなかったですね。妙に落ち着いていらっしゃいました。他に何か気づいたことはなかったですか？いいえ、特に気づいたことはありませんと。おー、もうないかい。ないですね。ああ、やっぱこの人まだまだくれそうだね、いろいろ。靴について私には何も分かりませんと。もう次千恵子先生の部屋行くとき、家じゃないわ、部屋行くとき、もう恐ろしいわ。どうなってるかね、違う意味で。はい、裏廊下。いや、おはるさんまだまだいい感じですね。はい、浴室ね。はい、私は浴室に行ってみたと。鍵谷敦夫はこの浴室で殺された。私はしばらくの間浴室の中をじっと見渡した。ともうここは何もなさそうだけどね。あっちゃん時計持ってたんだね。はい、小食堂。はい、すごいね、食堂が2つもあるんだからね。複数のお客さんを呼ぶつもり、呼んだ時のことも考えていたみたいな感じなのかな。だけどこんな屋敷持ってたら維持費大変だろうね。まあまあ、車乗って燃費考えるのと一緒で、いいのの、いい、お、高いものの持つ人はそんなこと考えないんですよと言うんだけど、でもお金持ちの人の方が絶対ケチだよね。ケチだからお金貯まるんだよね。いや、だって私思うのよ。まあ、別に、いや、いいだろ別にって言われることですけど、私、スーパーにね、外車で来る人って、なんでって、百貨店行きなよって思っちゃうんですけどね。もっとお金使ってよって思っちゃうんですけどね。お金回しなよって思っちゃうんですけど、スーパーに結構いい車乗ってくる人は、ようさんいるでしょ。いや、金持ってる人がいっぱいね、金使ってくれなきゃと思っちゃうんですけどもね。まあまあ、そんだけね、お金、まあ、節約するから残るんでしょうけどね。本当ね、私はもうフリーランスやってますけど、本当商売下手くそだと、もう痛感しますね。本当思います。はい、じゃあ行きましょう。何かご用でしょうかと。あとはまあ A 子さん殺害かな。何も分かんないか。あとはもう証拠品だね、容疑者と。思い詰めたようです。心配してるんですか、まさかと。大梅さんがね。さあ、証拠品見せてみましょう。見せてね。あら、あら。私、一度だけその薬瓶を見たことがあります。私がそれは何なのですかと旦那様に尋ねたら、お前には関係ないものだと、ひどく怒られた覚えがありますから。孝太郎さん、ひどいね。ほんまに。それで怒っちゃいけないでしょうと。そうだね、それ言ってましたね。ウイスキーグラスがまだ片付かないんだよね。片付いた証拠品はなくなっていったよね、確かね。なくなっていったと思います。なので、あ、なくなってない。いや、ブレスレット片付いたよね。ブレスレットなくなってるんでね。そうだよね。さあ、その他のこと、発見の様子、もうこれはね、もう通り過ぎちゃいました。あと薬だね。あ、薬出てこないわ、ここに、この人。性欲おっぱい、ないわね。あ、ちょっとごめんなさい。あ、ごめんなさい。急に咳が、気管に何か入っちゃったんでしょうかね。その他のことについては聞いたよね。性欲おっぱい見せて、その絵札なら見たことがありますよと。はい、次は、聞きましょう。神木ちゃんね。東堂様、一体どうなっているのですか。私はなんだか恐ろしくてたまりません。このお屋敷は大丈夫なのでしょうか。亀吉は不安げな顔で私にそう言った。でもね、もう皆さん一応容疑者だからね、容疑者というか、もう出ていけないんですよね、これね。
屋敷からね出てきたけども、晴れた人しか出ていけないという、はい、あ、おちさ、旦那様お亡くなられる半年ほど前からどうも様子がおかしくて、いつも同じように料理を作ってお出ししているのに突然味が違うと言われてひどく怒られたりしたんです。かなりわがままな人だったんだね、幸太郎さんね。そういえば結城様が旦那様が亡くなられたら2、3ヶ月前からやけに運転した、仲良かったと、これか、こうだね、気が合わない。海さんね、大梅さんはおとなしいけれど何を考えているのかわからない人ですね。 あなたはそう見るんだね。そんなことは知りませんね。えらい冷たい言い方だね。ウイスキーグラスぐらいしか言って、おお、来た来た、これはこの前から探していた銀のナイフです。食器棚から1本足りなくなっていたので随分探したものですよと、スミさんと同じこと言ってますね。ペーパーナイフも知らないか。いやー、たっちゃんにペーパーナイフ見せるときが楽しみだね。はい、その他のこと、あ、この人に対しては薬についてがあるんだね。ふみさんには薬についてがなかったんだよね。そんなことはありませんね。そんなこと知りませんか。はい、西洋コッパイ見せて、じゃあ次行きましょうか。はい、いやー、もうこのゲームやってるともうあっちゅう間時間経つんでね、もうこれも次の1話で取りだめ終わりなんでね、非常に残念です。今度からはこれ不定、この手のやつは不定期枠だった方がいいのかもわかんないね。私徹底的にやりたい時にやれるもんね。はい、ただ今そんな暇がないんですよね。この後もまたすぐね、あの太鼓さんやったのね、公営枠収録した後すぐ仕事しないといけませんので、あ、でもあれだね、もうこれが木曜日ぐらいなんで日本一決まってると思うんですけど、日本シリーズ見たいねとは思ってるんですけどね。はい、中にはここにはもう何もない気がする。何もないわね。駐車場、これがまだなんかありそうなんだけどね。この男はまだまだ、さあ私なんかにはそんなことわかりませんねと、さあ私にはわかりません、証拠品ね、それは何ですかと、そいつがどうしたとおっしゃるんですと、私にはわかりませんよと。お、宝石箱、黙った、何かあるんだ。このハンカチは駐車場で見つけたのですが、何か心当たりはありませんかと。ほう、そうですか、私なら心当たりもありませんね。あ、なんかもうこれ知らばっくれてる感じがするね。それはお梅のものですよ、断定したね。それがどうしたというんですかと。ほう、すごい指輪ですねと。私は何も知りませんぜと。私は何も知りません。あら、はがき聞いてたっけ私。あれ、あた、今までハガキちゃんと聞いてたかな聞いてなかった気がする。西洋コッパイ見せましょう。ハガキの選択肢なかったような気がする、今まで。てか、スクロールになってたのかな。え、しまったね。真実問いただしてみましょう。倉橋さん、あなた、厚尾さんの殺された現場にいたのではないですかと。東堂様、なんでそんなことをおっしゃるんですと、誰かをかばってんのかと。それとも倉橋さん、あなたは誰かをかばっているのですか。私はそんなお人よしではありませんよ。そうだね、あなたそんなお人よしではないです。誰が頼んだって言うんですかと。ああ、頼まれてないと。何か隠してない。さあ私には何のことかさっぱりと。 何も隠してなんかいませんよと。倉橋さん、本当のことを話すんだって。いやいや、私の方が切れちゃったしつこい方ですね。何も見ちゃいませんよと。何をおっしゃってるんですかと。誰か私に何か頼まなくてはまずい人でもいるのですかねと。あ、でもちょっといろいろセリフが変わってね。私は何も知りませんと。厚尾さんの殺人現場にいたのではと。とんでもありません、東堂様、そんなこと誰が言ったのですかと。終わらないかい、まだ。
宝石箱割らないね。はあ、そうですかって言ってますからね。はがきについても全然わかりませんからね。これはなかなか骨折れるな。じんわり進んでるのはわかるんですけどね。本当にじんわりだから。あ、私には分かってるんだ。君は敦夫さんが殺された現場にいたのだろう。私は偶然通りかかっただけのことですよ。あ、口割り出した。誰をかばっているのか。ああ、黙っちゃった。誰に頼まれたのか。あ、点が1個増えた気がする。そうだね。何を隠しているのか。倉橋さん、何を隠してるんです。それはと。あ、表情変わった。おう、おう、お、これ割るかな、口。おう、変わんないね。証拠品だな。うん、まだか。まだ割らないね。総当たりになっちゃうよねこれ。本当に。もう一回西洋コッパイ見せましょうか。さあ真実、これでない、これで来ない。あー、来ないか。来ないか。いけると思ったんだけどね。お時間良くなっちゃいましたね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。どうもありがとうございました。